ただいまより2017年入寮式を行います。今年入団しましたこちら10名の2017年新入団選手が晴れてこの筑後若鷹寮に本日から入寮いたします。早速本日から合同自主トレに入るということになりますので、初めて顔合わせされる皆様も今日いらっしゃいますので、改めまして今日入寮する選手の皆さんをご紹介したいというふうに思います。まず前列支配下選手、ドラフト指名順にご紹介いたします。田中正義投手、神奈川県出身、創価大学から入団。はい、田中正義です。よろしくお願いします。古谷優斗投手、北海道出身、広陵高校より入団。よろしくお願いします。久喜隆平捕手、大阪府出身、中学館高校より入団。久喜隆平です。よろしくお願いします。三森正樹内野手、埼玉県出身、青森山田高校から入団。はい、三森正樹です。よろしくお願いします。続いて育成選手、大本翔吾外野手、愛媛県出身、帝京第五高校より入団。はい、大本翔吾です。よろしくお願いします。長谷川博己投手、東京都出身、聖徳学園高校より入団。はい、長谷川博己です。よろしくお願いします。田代翼外野手、神奈川県出身、八戸学院光星高校より入団。はい、田代翼です。よろしくお願いします。森山康介内野手、神奈川県出身、藤沢商業高校より入団。はい、森山康介です。よろしくお願いします。清水陸也外野手、大阪府出身、京都国際高校より入団。はい、清水陸也です。よろしくお願いします。松本龍拳内野手、山口県出身、総督高校より入団。はい、松本龍拳です。よろしくお願いします。以上、入寮選手のご紹介でした。引き続きまして、球団より激励のご挨拶をいただきます。本日は後藤義光社長兼オーナー代行が欠席のため、球団を代表しまして、代表取締役専務兼執行役員太田博明専務より、ご挨拶をいただきます。太田専務、よろしくお願いします。はい、ここでいいですか。はい、はい、皆さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。皆さんが今日ここで来てですね、この10名の顔を見るの本当楽しみにしてました。ソフトバンクホークスを選んでいただきありがとうございます。で、今日からですね、合同自主トレということで、これまで各通ったですね、先輩方が、通った道になります。ただ相当厳しい、練習がこれから待っていると思いますし、さらに厳しいこれからプロの人生が待っていると思います。で、まずプロとして、必ず、しなければいけないことというのは、まず必ず結果を出すことで、結果を出すことと同時にその品質を最高のものにしていくこと、これをですね、常に思ってください。まず結果が出ないと、いくらすごいかっこいいプレーができたり、仕事ができてもダメです。ですので、まず結果を出す。で、結果を出せた後、それをもっと磨いてですね、みんなに見て素晴らしいと言ってもらえるような品質にしていく、これがプロになることの全てだと僕は思います。で、この後ですね、厳しい環境がある中で、まずプロとしての自覚というものを、しっかりと持っていただきたいです。で、プロの自覚で、もう一つ、この来年ですね、ソフトバンクホークス、ソフトホークスとして80周年の歴史があります。この80年の歴史に恥じないような自覚、そしてソフトバンクグループの一員としての自覚、それぞれを持ってですね、いろんなことに、する上でのですね、心構えとしていただきたいと思います。これからですね、苦しいこと、厳しいこと、いろいろあると思います。ただ皆様方は、何万人の中からですね、この私たちホークスが選んだ皆さんです。ですので、その選ばれたという自信を持ってですね、しっかり一つ一つのプレーをしていただければ、これまでの先輩のようにですね、かっこいいプレー、また皆さんから喜ばれるプレーというものができると思います。これから厳しい練習を超えてですね、
また福岡のヤフオクドームで皆さんの素晴らしい活躍するプレーを楽しみにしてますんで、皆さんこれから頑張ってください。よろしくお願いします。太田専務ありがとうございました。それでは入寮選手を代表しまして、田中正義選手より一言ご挨拶をいたします。よろしくお願いします。おはようございます。このような大変素晴らしい環境でやれることに感謝して、野球を頑張るのはもちろん、生活も野球以外の部分も、一社会人としてよく思った行動をとっていきます。これからお世話になります。よろしくお願いします。びっくりでいいからね。びっくり。片っぽずつお尻乗せて。反対浮かした。はい、片っぽずつ。
から抱え込んで、こっちへ乗ってちょっとストレッチ。
自分になってたりとかありますか？自分はまだ体が全然細いので、そこを少しでも大きくなったらいいと思いますし、練習にも環境にも慣れて、よりキャンプでついていけるようになっていればいいなと思います。早く一軍に上がって、ヤフオクドームに活躍できるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。キャンプに向けてどういうふうになってますか？そうですね、とにかくしっかり体力戻して練習にしっかり ついていける体を作って、あと元気出して自分らしくキャンプ入れるようにしっかり挑戦していきたいなと思います。今回入寮しました久喜です。これから高筑後でいろいろとお世話になります。精一杯自分らしく頑張っていきたいと思うので応援よろしくお願いします。キャンプインまでに体を作り上げるというのはどんなふうな自分になっていますか？今までキャッチボールなどはできなかったので、キャンプまでに肩を鳴らしていきたいなと思ってます。フリエイトです。今年から入団して、早くでも一軍に上がれるように精一杯頑張るので応援よろしくお願いします。まずは怪我をせずに万全の状態でキャンプに入るっていうのと、2月1日にブルペンというか第1クールからしっかり強いボールが投げれるように今から準備していきたいなと思います。新人の田中正義です。1年目からチームの力になれるように今から一生懸命頑張っていきます。よろしくお願いします。